大戦内伝7九月2日から1958年2月13日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。佐賀県に延田町出身。旧制佐賀県立鹿島中学校より海軍兵学校37期入校。大戦内の宝飾履歴で他の海軍将校と際立って異なるのは自身を含め練習艦隊に4度参加していることである。 1936年、上海の日本疎開の警備に当たる上海海軍特別陸戦隊の司令官に就任。在職中の翌1937年に日中戦争が勃発した。国際都市である上海を重視する中国国民党軍は上海中流の日本軍が手薄な状態なのに乗じて攻撃をかけた。 中国軍は日本軍の戦力を2分する作戦を採用し、日本疎開を包囲して特に海軍陸戦隊本部に集中攻撃をかけた。大川内は大勢の中国軍を相手に少数の将兵を持って前線し、上海派遣軍が来園するまでの約3ヶ月間も攻撃に耐えた。太平洋戦争中は、舞鶴陳治府司令長官、海軍省電波本部長、 海軍兵学校長などを短期間務め、後半には南西方面艦隊司令長官に親保された。しかし艦隊とは名ばかりの主要艦船など存在しない司令長官職でルソン島で地上戦を戦って終戦を迎えた。戦後、アメリカ軍から捕虜虐待等の容疑で B 級戦犯に指定されたが証拠不十分により無罪が確定して、 無事に復員した。上海に着任した際に、大川内を見た将兵は、こんなに弱そうな司令官で大丈夫なのかと不安を覚えたが、いざ実戦となると指揮官戦闘の精神で、大川内自ら率先して、攻撃に向かい有望果敢な人との評価を得た。同期生の井上成美は、戦上手の同期生として、小沢寺三郎、草勝智一と並んで、大川内の名を挙げている。 1926年11月以来、連合艦隊司令長官、加藤幹事は、連日激しい訓練を敷いており、小規模な事故が相次いでいた。その結果、翌1927年8月24日、徹夜の夜襲訓練中に、巡洋艦、人通特築艦、わらび、巡洋艦、中特築艦、足の多重衝突事故が発生した。この時に連合艦隊は、 大混乱に陥ったため、高橋三吉連合艦隊参謀長が、機関、長戸の退避を提案、加藤も賛同した。それに対して、大仙内参謀が、死傷者が多数出ているのに、長官だけ先に帰るとは、何事かと、土星と共に抗議し、絶句した加藤に代わって高橋が謝罪して、前言を撤回し、事故の収束に当たった。上海特別陸戦隊司令官海軍。 小進無大戦内伝七閣下新 2005P191 第一部主要陸海軍人の履歴海軍大川内伝七提督、草勝二百224ページ官報大戦40号除任及び事例1916年1月22日ありがとうございます